はいどうも、妖怪三国志国取り王図今回もやっていきます。今回はねいつもの、ランキングね、まだちょっとね、終了まで時間はあるんですが、この時点のねちょっと ランキングというか順位というかね、その辺のボーダーみたいなのをね、ちょっと記録で残したいんで、ちょっとそんな動画で残したいと思います。であとね、ちょっと国取りの新国取りか、ちょっとまたね大幅リニューアルというか新国取りリリース後にまた変わっちゃうんだけど、ちょっとその新国取りのね、今度はなんか昔に戻るみたいな感じで、ちょっとどうなるんだろうねっていう感じなんですけど、はい、という感じでちょっと話しようかなと思います。そしてメンテナンス後はハイスコアチャレンジですね。これは転生の修正ができてるのかどうなんでしょうねはい、その辺、5時からですね。で一応これね、サーバーに、無課金サーバーかサーバーになんですけど、無課金ね。動画で使ってんのかな、最初に、もしかしたら編集で使ってるかもしれないですけど、無料ガシャの22連目でね、コンタンが出てくれましたね。これも、なんか今回、ちょっと相変わらず引き継ぎ、次にも引き継ぎしますって書いてくれてないんだけど、そんな感じかな。で、フェスガシャが終わるし、この大元気さんはね、まだ続きますかね。で、新国取りの方は、サーバー2とサーバー1でね、結構いろいろやっぱ異なってて、サーバー2だとね、国取りレベル、なんつうんだろう、惜しかったなって感じで、国取りレベル 2でね、やるって感じで過ごしてました。で、私、服だったんで、あれなんですけど、服ってさ、書き込みできないんだよね。そこがちょっとあれでしたね。あのサーバー2だと結構なんつうんだろう、私ぼっち同盟なんですけど、なんかそう1人2人のね同盟の集まりみたいな感じの連合になるんで、なんかね服がね書き込みできないと、もう主同盟の方、下手したら1人しかいないんで、その人がね全部書き込みとかしなきゃいけないんで、かなり大変なんだよね。なんでそこがちょっとあれだったな。ただ一応工場戦はねできるんで、その辺のご協力できたんですけど、ちょっとやっぱりね主の人が大変そうだなというところありました。でただね、最終日は落葉を目指すっていうのもあるのと、順位ね、競ってたのもあるんで、なんかその辺はね、なんかね終了30分までは3位だったんだけど、結局9位でね申し訳なかったんですけど、はい、なんかね、それなりに最終日、22時終了っていうのも結構最終日いいのかなと思います。19時からねちょっと忙しくなっていって、でやっぱ最後の方に我慢してた人が勝つみたいな、そんな感じでしたね。個人は、40ないかな、なんで6000金貨もらいました。43位だったかな、43位でしたね。という感じで、でもそれなりに、ちょっとね主導名じゃなかったんでね、本当おんぶに抱っこで、主導名じゃないと、すごい楽しませていただいたなって感じだけど、やっぱ主導名の方が大変だなっていう感じがしますね。ただ1日1、2回だからっていうところもあるかな。ただね、工場戦をねやるのに主導名の方が結構負担なんです。やっぱそこに移動して予約しないといけないので、やっぱりちょっと物理的にも精神的にも、かなり負担だなっていうのは相変わらずかな。なんか主導名の人たちはなんか移動費タダとかにしてあげたいね、本当に。主導名、移動費はねタダにしてあげたい。それぐらいなんかあってもいいんじゃないかなと思います。主導名でかつ夏の、軍師とか同盟主の人は移動タダとかが良かったかなと思います。そんで、これサーバー2のね、ランキング発表したいと思います。一応ね、ここの今回はね、サーバー2はナタをゲットしまして、で風流はね、ランキングでゲットしようかなっていう感じですね。今回ほとんど100位以内にね各セッションで入れて、サーバー2の世界でやると、ちょっとね、こういう200位が目処になるあれではあるんだけど、各セッションね100位内に入れて毎回6枚引けるんで、かなり楽しかったですけど、大当たりはねなんか出なかったですね全然出なかった。カード再めくりした時にしか出なくて、なんかそういう風になってるのかなっていう思います。なんかね
メイヤーサーバー1とかでも思ったんだけど、やたら4枚の時に大当たり出るんだよね。なんかそれはなんかうーんって思いますね。なんか本当今回の選手ほとんど100以内だったんですよ、サーバー2って。そしたら本当ね、大当たり全然出なかったんで、なんかちょっとその辺あるんじゃないかなと勘ぐりたくなるような感じでした。うん、本当ね出なかった。サーバー1はめっちゃ出たんだよね、今回大当たり。でもね、その時に限ってカード4枚なんだよ。なんでね、ちょっとこれは罠だと思ったんですけどね。はい、で一応最後ね、ゲットできたらと思います。一応風流は、うん、この順位報酬でもらおうと思ってて、あとはね、金貨で、まああんまりね、サーバーには稼げないんですけど、まあ稼げればかなと思います。支流はちょっとね、本当は支流強いんだけどね、はい、ちょっと無視する形になりました。まあ絆もあるしね、なまあだからこの辺どうなんですかね。うん、正直調整のナタもねかなり強いんで、まあできるだけこれね、イベント終わってからも25日まで交換できるんで、まあちょっと考えてね、次のセッションとかにも備えて、なんかほんと適当なアイテム交換するよりは、うん、まあ絆を1個でもねゲットしとくと次にね楽になるんで、まあとはいって次も同じようなラインナップになるとは限らないんですけど、まあ滅竜な限りなんかまた絆来てくれそうだなっていう感じはしております。一応ねランキングは45位、まあちょっと40位内に入るにはちょっと実力不足ではあるんですけど、まあ十分ね1000絆獲得できて、うん、まあ一突できなかったから、一突多分できないだろうから、まあこの辺はサーバー1と互角かなっていう感じかな。うん、一応ランキングはまあこんな感じで、うん、まあまあサーバー1とサーバー2って今後どうなっていくのかなって思っちゃうけどね。順位はこんな風に刻んでるようですね。うん、はい、なんででも4000人いるんだね、それでもね。はい、まあ一応これでもね旧サーバー2と旧サーバー3が統合してるからあれだけどね。はい、そんな感じで、まあ宝珠もねかなり減っちゃいましたね。まあ、まあステップアップフルでやったからっていうのもあるけど、8000あったのがもう4000になっちゃいましたね。その分まあ次はプラチナになっております。はい、じゃあサーバー2の世界はこんな感じです。じゃあちょっとサーバー1いきましょう。はい、こちらサーバー1になりまして、国取りはね最後楽しかったですね。ただなんか攻め有利でね、なんかなんつうんだろう、最後守るの大変だよねっていう、なんかかわいそうだなっていう感じはありますよね。個人はね、こっちは1190位ぐらいか。はい、まあまあでもね、ミッションはただほとんどこなせたので、はい、良かったかなと思います。工場戦バトルはねサーバー2の方がもうめっちゃできましたけどね。まあただ、うん、こっちの方が絆とかもねかなり集まってっていう感じでしたね。うん、エルゼ、アゲアゲハ、アゲアゲハもうちょっとかな。はい、という感じで、うん、どうなんでしょうね。ほんと攻めたもん勝ちの、うん、行ったもん勝ちじゃないんですけど、そんな感じがありますね最近の。うん、というわけでサーバー1の世界は、今回こっちは、逆に順位でね、ダメなんで風流をゲットしました。であとはナタがね、どのぐらいいけるか、できたらナタをとつりたかったけど、まあちょっとそこまでギリギリいけんのかな、これ。いや違うね、うん、600絆ぐらいか。だからまあ次にできれば、次に来るか分かんないけど、次にとつれればって感じかね。うん、まあとにかくちょっと火力がね、私は足りないので、すごい強い人たちに比べて、なのでその本当に上位の人たちみたいに特攻なしカンストみたいな、極意なしカンストみたいなことがちょっとまだまだねできないので、そこですよね。カードも4枚とかなんで、4枚でねやっぱやると宝珠がねもう2000を切ってしまいました。うん、こっちもあれかな、あゴールドランクだ。でもう141でプラチナだからね、もうほとんどいったも同然なんでうん、なんでっていう感じですね。はい、まあ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 そんなもんかな。で一応順位の方は
まあでもね、ただお宝は全部一応各セッションゲットできて20、40、それで今回60はもうちょっとね、500以内にやっぱ入れないんでね、そこがやっぱ討伐戦って辛いなっていうところかな。風流をどうするか、風流を嫁るか、ナタを行くかっていうところですけどね。まあちょっとただ最終これは取れないな、きっと。はい。なんで、まあちょっとね、潔く、抽選券もね、あとちょっとしかないので、まあ潔く諦めようかなと思ってますね、最終はね。まあまた頑張ればいいかな、討伐戦来たらね。もうバカみたいに宝石使っちゃうよね。という感じで、307位だ。あ、でも500以内は確保できたんで、順位報酬はもらえそうです。それはいいですね。ちょっとそこはあの500以内も正直今回きついと思ってたんで、まあちょっとね、やっぱナタがね突れるかもしれないということで、割と頑張れましたね。まあでもこんぐらいなんで、ちょっとボーダーとしてはね、まあただなんていうんですか、シリウもね、今回報酬についてくるので、まあ、シリウあんま交換できなかったですけど、3000絆もらえたらちょっと嬉しいかな。2凸できるよね、これでね。なんで、まあ、500絆もらえるので、なんか、ナタにしても、風流にしても、ねえ、ナタと風流って1凸から強くなるからね。ちょっと8000だからね、なんかそこがちょっと、物足りないかなと思います。そしてちょっと待って、ね、最後にあれの話するから、そうだからナタ8000なんだよね。だからまあ一とすると1万3ぐらいなのかな、同じように。はい、そんな感じで風流もね1万にしたらいいなって感じで、戦力で鳴らすとね、まだ小生の方が強いので、私だとね超鍛えたやつですけど、まあそんな感じだよね。8000だとちょっと、まあ、せっかくゲットしたのに物足りないなっていう感じはあるかな。ただ初心者にね、中級者みたいなサーバー化みたいなアカウントにとってはね、調整後カンストってなかなかできないんで、なかなか難しいところですね。あ、危ね、これ後で交換しとかないと。メイン化はもう交換終わってるけど、サーバー化終わってなかった。で、この後ね、討伐戦の最後の60セッション目はね、ここから出てくるので、ここから引く形になるので、はい、引けますんで安心してください。ここで引けるんでね。まあ、前回1467位だったからね、かなり頑張ったかなと思います。でハイスコアチャレンジはね、かなり特攻があれになってくるので、まあ、私すごい苦手なんですけどね。はい、最近ね、なんかダメージカンストになっちゃってんだよね、初級中級上級ぐらいが。だからね、差がつきづらくなってんだよね。前みたいにちょっともうちょっとね、ダメージカンストの条件を上げてくれるといいなという感じはしますかね。なんか工夫しなくてもダメージ初級中級はマックスになっちゃって、あんまりスコアにね。で変換で、そうでね、アメとロリポップってこのイベント妖怪鍛えるのにこんだけいるので、はい、皆さんね頑張って、あんま好きじゃないけどね、アメイベント頑張りましょう。能量地場コマね。今回どうなんだ、でも大体復刻系があるので、最近はね。なんで今度は復刻系が何なのかっていうところが、ちょっと気になるのと、新しいね、転生。なんか誰かがコメントで転生地場にあるなって言ってたけど、はい、どうなるのか楽しみにしたいなと思います。ハイスコアチャレンジね。ね、この辺の別に大き人とか復刻してくれてもね全然構わないので。あ、ハイスコアチャレンジ大き人ってことか。これね、優秀な打ち消し、優秀な妖怪なんでね、ぜひ。花読みイザナミか、まあなんかこういうイベント系になるのか、オリジナル系でいくのか、それともね方針演技で来るのかって感じなんですけど、はい、まあね、討伐戦終わっちゃったからな、どうなるのかなって感じですかね。こいつらの復刻最後やんなかったな、カッパちゃんね。カータローか、カータロー持ってないんだよな、小生な。
はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、なんか大事点見てたらまだ新しい妖怪わかんないんで、まあリリースしてからですかね。じゃあすいません、5時になったらお会いしましょう。またお会いしましょう。さようなら。なんだろうね、季節的に桜オロチかな。